ヘルペスになりました。
ひろしです。ある蕎麦屋で領収書をもらったら宛名にもろみって書いてました。もろきです。ひろしです。ナチュラリプラスは誰にでもできるとです。全く問いません。学歴、職歴、離婚歴、全然問題ないとです。年齢制限、体重制限、そう、あなたにもできることです。何をやってもかっこいい池松浩二。目標だけど今の僕はおそ松浩二。国立大卒、頭脳明晰、容姿端麗、ひろしです。ルテイン食べて車椅子が外れたけれど、いまだにメガネが外れない、それは小野寺博士です。明るい障害者、坂井雅人さん。変わった車に2000万、土地とお墓に3000万、詐欺の被害で3000万、風俗通いで3000万。もっとお金の使い道なかったとですか。ひろしです。最近顔の区別がつかんとです。今日の司会も誰かわからんとです。ひろしです。僕の恋愛観、妻にするなら滝藤美智子。家事や料理がうまいとです。愛人にするなら辻ゆかり。デッキンが好きとです。男に走るなら駒井千恵美。女のふりした男です。後が怖いとです。会社に乗れば彼女ができるって信じてました。とうとう目標さえ見失いました。ひろしです。ひろしです。ひろしです。大してほしいですよね。ちょっと後で住めないでたんだからね、楽屋で。二人は優しいね、男性同士。今日初めての方もいらっしゃるのでね、誤解があってはいけないと思うんですけどね。